12月12日朝の御言葉しかしその軌道は昔のまま。ハバくく書3章6節神はかつてなされたことをまた再び行われる人の行うことには定まりがないしかし神の軌道は昔と変わらないこの最も慰めに満ちた真理には多くの理由があるその一つは主の軌道は 賢明な熟慮の結果だということである。神は見心のままに万物をすべおさめられる。人の行いはしばしば劇場や恐怖の請求な結果である。そして後悔や変更がそれに続く。しかし何者も全能の神を驚かすことはできず、神が予見される以外のことは何も起こらない。神の軌道は不変のご性質の結果である。そしてその中に、 確固とした神の性質がはっきりと現れている。永遠なる神ご自身が変わられない以上、その軌道、それは活動しているご自身であるが、それは永遠に同じでなければならない。神は永遠に正しく、憐れみ深く、忠実で懸命で優しいだろうか。それなら、神の軌道も常に同様の卓越した点を備えているに違いない。 全ての生き物はその性質によって行動する。その性質が変化するとき、彼らの行いもまた変化する。しかし神は移り行く影のない方であるから、その行われるところも永遠に不変である。さらに神の軌道を外部から逆転させることはできない。なぜならそれは不可抗力的な力が具体化されたものだからである。預言者は 主がご自分の民を救うために出てこられるとき、地は裂かれて、川々とされ、山々は震え、深い淵はその手を高く上げ、太陽と月はとどまると言っている。はばくく書三章八節。誰が見てを差し押さえて、あなたは何をされるのかということができよう。しかし、普遍性は力だけから来るのではない。神の軌道は、 正義の永遠の原則が現れたものである。だからそれは決して廃れない。悪は腐敗をもたらし、破滅を宿している。しかし、誠と善は、歳月によって減少することのない活力を持つ。今朝私たちは、イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じ方であり、主にあって、神は常にその民に憐れみを注がれることを思い起こそう。 そして、確信を持って、父なる神の身元に行こうではないか。